さて、追っ始めるか。もう全部が終わってしまったんだって、なくなってしまったんだって思ってた。でも生きてこうしてまた会えるなんてさ。ケルト、どかないよ。いきなり切りかかるなんて。俺たちのあのグリフィスなんだよ。どうしてさ。あれはもうお前の知ってるグリフィスなんかじゃねえ。変わらないな。口より先に剣を振る。いや、むしろ初めて出会った頃のお前のようだ。同じ顔で、同じ笑みで、同じ声で俺を語るんじゃねえ。てめえ一体ここに何しに来やがった。お前に会いに。あの塔では随分と騒々しかったからな。お前と二人きりで話しているいとまはなかった。この場ならふさわしいだろう。俺たち鷹の団がこうして再び集うには。その名を口にするんじゃねえ。確かめに来たんだ。この新しい体でお前の前に立って心を揺さぶる何かがあるのか。どうやら俺は自由だ。何もお前がやったことに、お前が裏切ったあいつらに何一つ感じちゃいねえってことか。俺は俺の夢を裏切らない。それだけだ。久しいな、黒い剣士。ゾッと。よくぞ我が予言を打ち破り生き残った。嬉しいぞ小僧。ガッツのあの体型の一撃を受け止めた。あの男は一体。見事だ。人の身でよくぞここまで練り上げた。こうしてこの姿で修羅を生き抜いた貴様ともう一度剣を交えてみたかったぞ。どういうことだ。なぜてめえがグリフィスと。そこをどけ。俺はグリフィスに用があるんだ。言葉は無粋。押し通れ。こんな戦い戦場でだって見たことない。でもあの怒り、あの執念はグリフィスに向けられているの。なぜ。受け流せるような剣圧じゃねえ。同じだ、あの時と。だが戦える。あいつにたどり着くまでの数え切れない夜が俺を叩き上げた。邪魔だ。どうやらクシャーンどもから奪いしこのザンマ島。貴様のそのザンマ島には少々見合わぬようだ。視線、信じられないほどの視線をガッツは超えてきたんだ。
黒い剣士、さすがは絶望より這い出し男よ。見事な剣、見事な技よ。まだまだ味わい足りぬ、食らい足りぬ。ここからだ。ゾット、間違いない、あれはあの男がノスフェラトゥ・ゾット。
バカ野郎来るな。そこまでだ。行くぞ。待て、どこへ？言ったはずだ。俺は俺の国を手に入れると。何も変わりはしない。変わりはしないだと。あれだけのことをやって。何も変わりはしないだと。お前は知っていたはずだ。俺がそうする男だと。お前だけは。ガッツ、俺にも聞かせてよ、本当のことを。あの日グリフィスやみんなに何があったのか。どんなに辛い話だって俺にも知る権利があるはずだろ。ううん、知らなくちゃならないんだガッツ。本当なの？そんなことって。なんとなく気づいてはいたけど。あー、俺も行くよ。ガッツだけがそんな重荷を背負い込んで、なのに俺何も知らずにこんなところで一人ぬくぬくと。連れて行ってよ。俺だって高野。ダメだ、お前にはグリフィスは憎めない。結局どうすんの？まだ復讐の旅続けるの？もうあいつを置いてはいかない。まさかキャスカを連れて復讐の旅を。分かってる。そんなことは無理だ。分かってる。楽園の者が二人あんまり長いこと一箇所にいるとろくなことにならないのは断罪の塔で証明済みだし。他にエルフの住処ってのはこの近くにはねえのか？ある。あったぞ。ちょっと遠いけど、多分この世界のどこよりも安全でビューティフォーなパラダイスが。オレンジ。一晩だけでも泊まっていけないの？言ったろ、この楽園がある限り俺たちは狩猟や魔物どもを呼び寄せちまう。そうなればお前にも危害が及ぶ。俺はエリカにだって。けどやっぱり俺だって。かけがえのないものをおっぽり出すな。合同の遺言だろ。しっかり守らなくちゃダメだよ、ガッツ。ユキ、そういや俺が高野団を飛び出したのもちょうどこんな雪の中だったな。あいつとやり合ったのも今日みたいな雪の丘だった。今度は俺が置き去りにされたってわけか。置いてきゃしねえさ。もう置き去りにはしねえ。今度は失わない。
ファルネーゼ様は変わられた。あの黒い剣士と出会ってから。いいもんですね。大人数で移動するんじゃなくて、こういうしんみりしたのも、いかにも旅って感じがしますよ。どこがだ。寒いわ、空腹だわ、ろくでもない。それじゃあやっぱり生徒に帰りますか。黒い剣士は諦めて。そのつもりはない。大神院の連中に、製鉄騎士団は難民ともども怪物に飲み込まれてしまったと報告しろとでも言うのか。鋼鉄どころか、下手をすれば異端審問にかけられるのがオチだ。それに、あの屋敷にはもう戻る気はない。ファルネーゼ様と出会ったのもちょうどこんな雪の夜だった。雪倒れていたところを拾われ、その時からファルネーゼ様のものとなったバンディミオン家。その財力は世界屈指。諸国の王家にもその血筋を多く送り込み、絶大な影響力を誇る名門中の名門。しかし親の愛は娘を物で埋め尽くすことで示され、広大な屋敷で文字通りファルネーゼ様は野放しだった。小さな暴君である彼女の常軌を逸した行動は人を遠ざけた。しかし彼女は怯えていた。広大な牢獄に放置されて。石泥どうなったかな。死んでなきゃいいけど。目つきの悪さと強情なとこ、なんとなくガッツに似てたな。ふざけろ。